それでは先ほど行われました5野党の書記局長幹事長の協議の結果を報告したいと思います。前回にもまして大変5党の報酬による合意の実現へ、心を合わせてですね、進めていこうという気分が高まっていることを感じることができた協議となりました。それで今日はまず確認したこととして、参議院の一人区で5党が協力して、勝利を目指す5野党統一候補の第1号として宮城県の桜井満候補を5党で、勝利目指して、支援するということを確認いたしました。これ第1号であります。我が党と民主党桜井候補との間で、2日の日に政策協定も交わしまして、それもお配りいたしましたところ、他の3党の皆さんからも大変積極的な評価をいただきまして、党首間で合意された安保法制戦争法廃止、集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回に加えて、アベノミクスによる国民生活の破壊を許さず広がった格差を是正する、それから原発に依存しない社会の早期実現、再生可能エネルギーの促進を図る、それから不公平税制の抜本是正を強める、それから民意を踏みにじって進められる米軍辺野古新基地建設に反対する、それから安倍政権の打倒を目指す、これはもう5野党党首合意ですが、これらが、6点ですね。宮城では我が党と桜井さん民主党県連との間で政策協定として調印されました。それぞれ本当に他の3党の皆さんもですね、評価していただいて、いいスタートが切れたと、それぞれも推薦支持するということで、5党、5野党が協力して、桜井氏の勝利を目指して頑張るということが合意されました。今日それぞれの幹事長の皆さんからも、その旨、発表する、公表するということになりました。大変5党の党首合意が一つ、参議院の一人区での選挙協力という形で具体化し、しかもいいスタートが切れたというのは、お互いの喜びとなったところであります。で、引き続きですね、その参議院の一人区の調整を進める上で、今日細かい話ですが、ご紹介しておきたいのはですね、全体として見取り図を持って進めようということを確認いたしました。すなわち我が党と民主党さんとの間で調整が必要な選挙区がたくさんありますが、それ以外にそれぞれ、2党3党が調整が必要なところもありますので、全体今日どこがどういう調整が必要なのかということを5党幹事長書記局長の全体の、共通認識にして、それぞれ2党あるいは3党で進めていくということを確認いたしました。全体で一緒にですね、それぞれの一人区の調整を進めていこうということが確認されたということも一歩前進だと思います。それから、改めて前回も私から提起したことですが、より大きな党は小さな党の要望を組む努力をするということを、そういう一人区の調整がより力強いものになるためにもですね、必要だということを私の方も提起して、枝野さんからも改めて、合意される表明もあり、全体としてそれを確認しながら進めていくことになりました。それから政策ですが、5野党の共通政策を作る問題についてかなり突っ込んだ意見交換をいたしました。これは私の方から枝野幹事長
との事前の相談もありまして、国会図書館の方で、5野党の、13項目にわたるそれぞれの政策を、まとめてもらったものがあるんですが、こういうものとしてまとめたものがあるんですね。税制だったら民主、共産、維新、社民、生活、それぞれどういう主張されているかということを、13の柱でちょっと整理してもらったものがありまして、それを私の方から枝野さん の, との合意で配らせていただきまして、それを一つのベースにしてこれからどう協議を進めるかというかなり突っ込んだやり取りを行いました。又石さんの方からはさらにこういう案でどうだというもう実際の案も提示されましたけども、まずですね、全体大体共通して出されたのは大きな括りでですね、打ち出していくことが大事ではないかということが協議されました。大体その方向でいこうじゃないかということが、具体的には戦争法廃止、閣議決定撤回の一つの踏襲合意の括りですね。それからもう一つは貧困と格差を拡大しているアベノミクスからですね、国民の暮らし第一への経済政策の転換という、暮らしと経済の問題、貧困格差の問題、そして3つ目の柱としては民主主義、個人の尊厳、に該当する問題、例えばその放送の自由を踏みにじるような今動きが起こっておりますけれども、そういうものに対峙する問題等ですね、大きな括りをしながら、その中にですね、今もう具体的に国民多数が反対されている、消費税の問題、あるいは、原発の問題、あるいはアベノミクスの問題、沖縄の問題などなどをですね、入れていったらどうかと。で、宮城の一つの先ほど紹介した我が党と民主党さんの政策協定の中身は、これ一つ大きな共通項になりうるねという意見がかなりの方からも出されました。そういう形で意見交換を やりました。それから、あとこういうことを留意してやろうねということをそれぞれですね、出されましたが、これは引き続き協議していくことになります。なお民衆さんと維新さんが合流されますので、政策的なかなり細かい詰めも両党間ではされることになりますから、それも睨みながらですね、与党の共通政策を大くくりかつ具体的な国民の願いに応える項目については盛り込む、そういうものとして仕上げていこうということが今日の到達点であります。それから市民連合の皆さんとの連携を改めて5党の党首合意が実、できた元でですね、再開していこうということが確認されました。来週にもですね、5野党の幹事書記局長幹事長と市民連合との懇談会を持つことになると思います。枝野幹事長の方で調整して進めるということになりました。それから衆議院小選挙区の協力のための協議も、参議院の一人区の調整を優先させるという確認はしておりますが、これが遅れればダブル、あるいはもっと早期の解散に打ってくるという関係にありますので、衆議院の一人区の選挙協力の協議も開始しようということ、これ、なかなか困難が伴うことは、もう当然予想されるわけですが、5党の党首合意で打ち立てた国民的大義の実現という立場に立って、お互いに努力していこうではないかということは、今日意見交換をいたしました。
大体そういうところですね、一回一回、実りのある協議ができていると、さらに国民の皆さんの期待に応えたメッセージが発信できるように引き続き奮闘したいと思います。私からは以上です。ご質問があればどうぞ。はい、どうぞ。水戸市の佐紀と申します。はい、政策のところで今何点かご紹介いただきましたけど、はい、これは共通政策を作るということで確認したということでいいんですか？それはもう前回確認しますから。参議院選挙に出た共通公約ということでいいでしょう。そうですね、それを探求するということですね。それ確認ですけど、はい、共通公約を掲げるということでいいですか？公約とまでは言ってませんね。政策です。共通政策。いずれ共通公約を実施することも念頭に。まあそうですね。だ同時に地方レベルではですね、まあ今日は宮城の中身は紹介しましたけど、これが全国的に固まるかどうかそれは分かりません。宮城はかなり私どもとしても進んだ合意ができたなと思っておりますが、そのレベルでいきなり各県が進められるかどうかは分かりませんし、それが全国的な合意になるかどうかもこれはまた分かりませんが、しかしそういう努力はしようということです。それからその際私から申し上げたのは希望あるメッセージを出そう、つまり対決反対ということと合わせてこのように変える、このような希望が湧いてくるという、ポジティブな前向きなメッセージを共通政策の中ではぜひ打ち出そうということ、これは大体合意されたと思いますし、市民とともに政策を作ろうじゃないかということもですね、大体そうだなということで、市民連合との協議再開もですね、それを一つ念頭においてやろうじゃないかということは大体の合意になったと思います。宮城県の民主党の桜井さん公認で出ると思うんですけど、はい、それを共産党として推薦するということでいらっしゃいますか？もう全力で、応援するということになろうかと思います。非常に気持ちの良い協議ができておりますので、政策協定したわけですから非常にいい中身ができておりますから、我が党と支持者後援会の皆さんは桜井氏勝利のためにもう全力を挙げて、応援するということになるんではないかと思っております。公認なんで、はい、当選後は民主党首相当です。は当然です。もう一点、はい、一方で共産党本選では、はい、枝野さんや健吾さんが共産党の推薦がいらないということを公言してるんですけど、それはやっぱ地域事情によって違うという。正確に言いますと枝野さんは共産党の推薦はいらないとは言ってないと思います。協力要請はしないという表現はされています。私どもとしては5党の党首合意を踏まえた対応を中央でも京都府委員会でも考えているということであります。はい、どうぞ。先ほどの線のお話で協力要請はしないと、はい、枝野さんおっしゃっていると思うんですけど、はい、その中でその共産党さんとしてどのような、5党の党首合意を踏まえた対応になるように努力していると思います。候補者立てるですとか、5党の党首合意を踏まえた対応です。はい、どうぞ。はい、冒頭のその協議なんですけども、はい、今その大枠でやっているのは決まってますが、その中でこういったさっきおっしゃった言葉というのが大体その大きな税制とかその暮らし税制とか、そういうのはもう合意はしているということですか？そのテーマとしては、政策ですか？政策です、はい。まだこれからですよね。大体そういうイメージでということでそれぞれご発言ありましたけど、まとめ方とかくくり方とかそういうものについてはこれからだんだん詰まっていくんじゃないでしょうか。はい、さっき言った3つは大体そんな感じかなということではありましたけど、それからもう一つ憲法というものがですね、
非常に重要になるのではないかという意見もありまして、まあそのあたりをどのようなパッケージにするか、中身をどうするかというのは、これから具体的な協議が進めるにつれ浮かび上がってくるんじゃないかと思います。はい、おっしゃったように憲法の部分ですね、はい、その先日安倍総理が、はい、その概念順位ということもありましたけども、うん、その具体的にはどのような文言を今日皆さんから出たりとか、改めて憲法改正というのはいかんとか、その意見が出たりということがあったりしますか。まあ在任中の改憲を目指す発言、それから集団的自衛権行使の全面的な実現を目指す発言とですね、やはり安倍政権が解釈改憲に続いて明文改憲で海外で全面的に戦争する国づくりに臨もうとしていることに対してそれを許さない点で、大きく国民に野党がまとまって立ち向かう姿を見せる必要があるんじゃないかというご発言が何人かからありましたね。で同時に3分の2の阻止ということも大事だけども、やはり5党の党首の合意は安保法制廃止、閣議決定撤回ですから、それは安倍政権打倒して、しなければできないことですので、それぞれのそのために小選挙区、参議院の一人区、あるいは衆議院の小選挙区での選挙協力をということを進めているわけですから、やはり現与党とその補完勢力を少数に追い込むという5党の党首合意に向けてですね、単なる3分の2阻止ではない旗はしっかり掲げていこうということを改めてその協議の中で確認しながら憲法問題の議論が深められたということですね。はい、どうぞ。先ほど参議院選挙の共通公約を念頭に置いているとおっしゃいましたけれども、これはその公約党の幹事長の中でもその共通した、そうじゃないでしょうか。国民に対して一人区で協力しながら戦うわけですから、当然その候補者の党の公約も大事ですが、5党が全体としてこういうものを掲げてこの候補を推すんだというさらに大きなですね、土台となりうるものがやっぱり必要だという点では5党の幹事長、職局長それぞれ一致していると思いますね。できるだけ分かりやすい、力強い、希望あるメッセージを発信しようということだと思います。はい、どうぞ。今日の先ほどの会談とは直接ではないんですけれども、はい、安倍総理が参院選は自公対4党の対決だと言っていることについて、そういう枠組みを強調していることを職員局長としてはどういうお考えになるのか分かりますか。もう昨日委員長が答える通りですが、私たちの共同は民主共産だけではなくて5野党で安倍政権打倒に向かうわけですから、加えて市民、国民の皆さんとのスクラムを組みながら立ち向かうとしています。5党の党首合意がその市民の皆さんの中で大きなこう反響を呼んでいる、合わせてこう新しい力をですねお互いに持ち合っているということを感じます。先週シールズ東海の皆さんが若い皆さんがデモされましたけど、奥田さんがですねスピーチされている中身はやはりもうこれまでは野党共闘というコールでしたけども、その野党共闘のコールに応えて5党の党首合意ができたわけですが、やはり若い皆さんのコールが野党は共闘からですね選挙に行こう、選挙に勝とうというコールやスピーチになっています。やはり私たちが市民の願いに応えてそれぞれいろいろ困難はあってもですねそれぞれの党が乗り越えて
5党の投資合意に立ったこと、そのことが今度は国民市民の皆さんの中にまた新しい力となってですね、選挙に行こう、選挙に勝とう、そして安倍政権を倒して新しい希望ある政治を作ろうという形にこうまたこう今度は市民の運動が発展しているということを感じていますので、まあ、先ほどの安倍総理の、まあ、発言に対して私たちはそういう野党5党と市民のスクラムで答えたいと思います。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。